こんにちは、イラストコーヒー雑誌の岩橋ゆかです。さあ早速今日もね、作業の方を進めていきたいと思います。今ね行っていた作業は、今度のね3月18日の大阪のイベントに向けて、続々とブローチやねヘアゴムの方を仕立てていってます。ちょうどね今ヘアゴムの方に仕立てているんですけども、私の裏側はこんな感じです。フェルトをね裏に貼っています。でゴムを通してこのようにね簡単に結ぶだけにしています。というのもね、ゴムがちょっともう弱くなっちゃってって言った時に、皆さんでね変えてもらって長くねイラストコーヒー刺しので調整していきたいと思います。でこのように紐をゴムを通していく形になっています。で、昨日ね作ったのがこちら、じゃん、ハットピンになります。ストールピンとも言うのかな。あとねちょっと他のサイズに比べて定番のよりも小ぶりなので、ブローチとしてもね小ぶりなブローチがいいわという方は使いやすいかと思います。今日のインスタグラムにもたくさん、載せていますが、裏もこんな感じです。はい、こんな感じでたくさん作りました。ちょっとこっち片付けようかな。またよかったらホームページの方やミンデの方とかにもね続々と上げていきたいと思いますので見てください。ちなみにアイスクリームです。こんな感じでインスタグラムの方にも上げていますので、ぜひ見てみてください。それでは今日もね金曜日